ていうか、社会にやっぱ妖怪がいる社会っていうのもね楽しいし、やっぱり、うん、何でもそうだけどさ、やっぱ遊びがないと、うん、そうです世の中ってない。だから今やっぱり今の現代社会ってすごいギクシャクしてるじゃん。そうですね、やっぱり、うん、そう今言ったのさ、貧困の問題もあるし、はい、今のやっぱ政治ってさ、うん、やっぱりもう、うん、強者はいいけど弱者にはやっぱり自分なんかもやっぱり 今政治家やってるけど、やっぱり富のさ分配とかを絶対しなきゃいけないと思うんだけど、それができてないじゃん、だからそこの部分でなんかこう今世の中、それは宗教なのかもしれないけども、やっぱいろんなやっぱり今現代社会についていけない人がやっぱり今いろいろとこうね、そうですね、そこがやっぱりなのかね、やっぱ必要だと思ってて、ただまあ宗教っていうのもすごい、まあ、そのキリスト教も含めものすごいいろんな、なんて言ったらいいのかな、なんていうのか、多くの人たちはねセーフティーネットになったり癒しになってると思うんですけど、うん、基本的に宗教はやっぱりその宗教を信じてる人たちの間の中ではもうすごいあれなんだけど、まあ、そこがまあなんて言ったらいいのかな、それがただ妖怪っていうのは宗教とは全く違って、もう俺が勝手にやってるわけですよ、うん、で別に俺には別に妖怪教をやる気もないし、なんつうのかな、俺みたいに妖怪になってくれという気も全くないわけ、ただ勝手にやってると。でもまあそういう妖怪変なみたいなやつ、うん、それでまあ別に俺が妖怪になるっていうのを信じてもらう人じゃないんだけど、あ変なやつがいるんだって。でも夢は叶うって言う、なんかいやいや、もうそれ夢は叶うと思ってます。それはだからもう絶対妖怪になるんだけど、別に俺のことをなんつうかな、俺がなんつうのわけわかんないと思ってもらってもいいわけですよ、うん、思ってもらってもいいんだけど、でもなんか変だな、面白いなと思ってもらって遊んでくれればいい。そう、ね、そうそう、それでまあ全然かなんつうのかな、それで一緒に遊ぶことで、まあ、僕は世界を面白くしていきたいなと思ってるんです。自分も、はい、いやまあ議員になる前はさ、はい、今もそうなんだけど、はい、いろいろ調味料とかいろいろ商品作ってるのね、はい、で結局自分が今までヒット商品とか、うんうんうん、いろいろ流通で見てきたものがあるんだけど、はいはい、そのコンセプトっていうのは絶対共通してるのは、はい、あのね、楽しい、怪しい、面白いなんだ。この3つが揃ってないと。怪しいも重要なんですか。だって結局怪しくないと人の興味引かないんだよ、残んないんだよ、アイデンティティっていうかあれに。だから怪しいんだよ。だから自分にとってはめちゃくちゃハマってんだよ。楽しい、怪しい、面白い、すごいいい言葉ですね。それちょっと書いとこう。いや、それは絶対売れるもの。例えば自分が一番レントンのサントリーの黒ウーロン茶がそうなの。あー、確かにね。あれは結局飲めばさ痩せるじゃん、うん、楽しいじゃん、はい、そうですね。で食品の色にさ、はい、黒を使うってごはっとじゃん、怪しいじゃん。確かに、確かに。ああいうのはそうなんだよ。だからコンセプトは絶対怪しさがないとダメなんだよ。怪しい、怪しい、面白い、いいですね。いいこと。絶対そうなんだよ。うん、俺は絶対商品とか人間もそれがないと、例えばさ、女性に対しても、はい、いい人で終わると何もないじゃん。悪い人とか怪しい人残るでしょ。どんだけいい人で終わりするの。そうでしょ。だからそこなんだよ。そこが自分は流通を通じて思ってるんだよ、はい、だから俺もだから、はい、なんで Facebook 後ろ姿しか出さないかっていうと、はい、写真の撮り方が失敗しないっていうのと、はい、怪しいからだ。あ、怪しさをね、うん、それを出すっていう。あ、そう、何みたいな、絶対見るじゃん。ああ確かにね、うん、村田先生のずっとハゲ頭を出してるのもあれも怪しい、怪しさを出してる。あれもそうなんだよ。だからあれは知らず知らずとしてあの人できてるけども、あできてる、自分は意図的に怪しいことやってるんだよ。だから今日も例えば妖怪と会うってその怪しさ、はい、何みたいな、かなり何なんだって感じですよね。そうで、あとやっぱりこの政治と妖怪をつなげるっていうこのチャレンジと面白さ、だって楽しいし怪しいし面白くない、かなり怪しいです。だからそのそうだよ、超関係なさそうなものをこうくっつけるって、ね、でもそこからやっぱ新しいね、イノベーションもできるってことですね。そうなんだよ、確かに。いや本当そう思います、ね、そうなんだよ。だから僕はな、その怪しく生きてきた自信はあるんですよ。いろんな不思議な体験というか変な体験を山のようにしてきて、夢は叶う、夢は叶います。どんな夢でも叶うのです。ここにいる皆さんの夢は必ず叶う。世界の全ての夢は必ず叶う。だから僕は生きる、僕は妖怪。